私はこの当吉良町宝泉寺の第22代目の住職加藤善裕と申します。今日はそこにある梵鐘についてお尋ねですので、いろいろお話ししたいとこう思います。どうぞよろしくお願いします。この梵鐘はですね、いわゆるこの室町末期から江戸中期まで3代、4代にわたってですね、三河郡代官を務められた鳥山丑之助という方の3代目と4代目の方のご寄進であります。でしかもこの梵鐘は、いわゆるこの三河地方で初めて鋳物を始められたという国松十兵衛の作ということで、戦時中嘆願書を出して、保留残していただいて、そういう由緒ある梵鐘ですので、非常にもう330年は経っております、はい、三河代官鳥山丑之助さん一族の菩提を弔うために、三代、清本さんとそのお子さん2人の連名で、ご寄進なさったものでありまして、非常に由緒あるものかと思います。宝泉寺のに対して、この鳥山一族の菩提寺であるということで、そこに釣り鐘がなかった、かつてなかったということを非常に、いわゆるご先祖の方が厭われて、でじゃあ私たちが一つ寄進するかというようなことで、これが始まって、しかもそのやはりご先祖、いわゆる丑之助さんの祖先の方々の戒名までちゃんと彫ってありますが、そういう方の菩提を弔うためにということで、ここにご寄進なさったということは、この銘で非常にはっきり分かるとこう思いますが、一つ出してみましょうか。はい、これなんかがそうですね。R があるでしょ、R があってこちらに鉄粉がついてる、こんなのがその金付き堂のすぐ下の井戸の横に長年持たしかけてあった、完全に焼けてますのでね、はい、これは間違いないかなとこう思います。